アレクサンダー・ヒュー・ホームズ・スチュアートアレクサンダー・ヒュー・ホームズ・スチュアートはアメリカ合衆国の政治家。ミラード・フィルモア政権でアメリカ合衆国内務長官を務めた。1807年4月2日、スチュアートはバージニア州スタントンにおいて誕生した。スチュアートはストーン・トン・アカデミーとウィリアム・アンド・メアリー大学で学び、1828年に バージニア大学を卒業した。スチュアートは法律を学び、1828年に弁護士として認可を受けた。スチュアートはストーントンで弁護士業を開業した。スチュアートはホイック島に所属し、1836年から1839年までバージニア州会員議員を務めた。1841年、スチュアートはホイック島から 連邦会員議員に選出された。スチュアートは連邦会員議員を一期二年務めた後、1843年に再選を目指したが敗北した。1850年、スチュアートはミラード・フィルモア大統領の下でアメリカ合衆国内務長官に指名され、1853年まで内務長官を務めた。当時の内務省では政治的な利益誘導が慣習となっていた。 スチュアートはこの監修に直接手を下すことはしなかったが、人事に関する最低限の標準規約を整備し、利益誘導がもたらす行政の混乱を抑止した。スチュアートは職員の評価をまさしく行うために公務員制度を導入した。スチュアートはまた内務省内に農務局を設置し、人員の増大を理由として内務省の庁舎建設を求めた。 1856年にホイック島が消滅するとスチュアートはアメリカ島の党員となった。だが間もなく政治情勢の変化によりアメリカ島も消滅した。スチュアートは1857年から1861年までバージニア州上院議員を務めた。スチュアートはハーパーズフェリーで発生したジョン・ブラウン襲撃事件に関する調査委員会の委員長を務めた。 1861年3月、スチュアートは、バージニア州連邦離脱会議のメンバーを務め、バージニア州の連邦離脱について議論した。スチュアートは、連邦離脱に反対した。アメリカ連合国が結成され、アメリカ南北間の対立が明白になると、スチュアートは1861年4月12日に、ウィリアム・プレストン及びジョージ・ランドルフと、特別代表団を構成して、 エイブラハム・リンカーン大統領と会談した。リンカーン大統領は南部に取を保持し続けることを表明したため、3人は4月15日にバージニア州リッチモンドへ戻り、バージニア州の連邦離脱手続きを進めた。南北戦争中、スチュアートは年齢的理由により、実戦への参加はしなかった。1865年、スチュアートは連邦会議員に選任され、 連邦議会に新任状を提示したが、議会は受諾を拒否した。1866年、スチュアートはペンシルベニア州フィラデルフィアの保守党全国大会に代表として参加した。スチュアートはバージニア州の国委員会で委員長を務め、バージニア州が1870年に連邦へ復帰する足がかりを作った。 スチュアートは1874年から1877年までバージニア州会員議員を務めた。またスチュアートは1876年から1882年まで及び1884年から1886年までバージニア大学で牧師を務めた。スチュアートはバージニア歴史協会の会長も務めた。スチュアートはその間弁護修行も継続した。 1891年2月13日、スチュアートはバージニア州の故郷スタントンにおいて死去した。スチュアートの遺体は、ストントンのソーンローズ墓地に埋葬された。スチュアートの父はアイルランドからの移民の子孫で、ハンジのアーチボールド・スチュアートであった。スチュアートの母は、エレノア・ブリスコーであったスチュアートは1833年8月1日に、 フランシス・コーニーリア・ボールドウィンと結婚した。二人は、以下の子供を設けた。ブリスコー・ボールドウィン・スチュアート・イレノア・オーガスタ・スチュアート、マーサ・スチュアート・フランシス・ペイトン・スチュアート・メアリー、スチュアート・アレクサンダー・ヒュー・ホームズ・スチュアート・スーザン、ボールドウィン・スチュアート・マーガレット・ブリスコー・スチュアート・アーチ、ボールド・ジェラード・スチュアート。ありがとうございます。